ストリップが3月17日新曲インビジブルを配信リリースすることが決定した。2023年12月25日発表のダイジェストインディペンデントブルーフィルムマイナス以来の新曲となる。3月17日は16年前にリストリップが初ライブを行った特別な日だ。この記念日に春を予感させるメロディとインビジブルイコール透明が色づいていく歌詞が温かな新曲が届けられる。これに伴って最新アーティスト写真も公開となった。新曲インビジブルは現在開催中の東米ハンツアーリストリップワンマンツアーブロッサムバイブロッサムの初日東京公演で初披露されたもの。その際はまだレコーディングもしていないと語っていた同楽曲だが、大阪及び名古屋公演直前に音源化リリースされる形となる。リストリップはブロッサムバイブロッサム終了後4月にリード曲カップリング曲のみのセットリストで臨むサニーサイドアップ。5月に新宿ブレイズ閉館前のラストワンマンライブアンコールブレイズショーダウンバグラグとの初にマンバグラグ VS リストリップ。6月は大阪公演に甘い暴力名古屋公演にドップインザビを迎えて行う2万ライブなど7月まで毎月コンセプトの異なる公演を展開する予定だ。サトシ、VOU、G 海、G 類、B、トヒャ、ドクター、デジタルシングル、インビジブル2024年3月17日、日曜日午前0時配信開始。配信リンク、https://lnkco.re/6fmgct1。キーワードイコールビストリップチケットピア http://t.pia.jp/pia/bistrip.com/posts/pages/caxtz bistrip.com/posts/pages/99ukw。